タロットさんとソニックさんでお送りする12月16日から22日までのあなた。早速行きましょうかね。はい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 。ウェイ。え、ソニックさんです。はい、そんな感じでですね、まあ、今日もやっていきましょう。まあ、12月16日から22日のあなたということで、まあ、週間ぐらいですな。まあ、でも、あれじゃないですか、後半戦ですよ、いよいよ。いよいよね、いよいよ12月だって、これだって22日超えたら、あとね、もうクリスマスやって、クリスマスはやってきたみたいなの、あれですけどね、皆さんね。うん、まあ、ね、忘年会、忘年会シーズン、皆さんね、どうでしょうね、忘年会シーズンどうだってところで、占ったりする感じですか違いますかですね。はいはい、さあね、今日もですね、あれですね、あのリッツくんが朝ごはん食べ終わって、あの今あれですよ、なんか ご飯朝食べる後、食べた後に朝寝するんだよね。朝寝の時間にさっさと終わらせたいです。はいね、もう大変かわいい、かわいいですけど、あの動画を中断されるとあれでなんでねね、さあ行きましょう。まあ、あんな感じですね。もう3択3択、もう123ですよね。123の段取り悪いですね。今起きたばっかりなんですよそう行きましょう。123ですね。123からね、もうじゃあもう 1行きましょう。1ね、1行きますよね。11行くよ。ぴょん。オッケー。さあ、さあ、行ってみましょうか。これがですね、まあ、過去の段階ですね。まあね、12月のね、16日に入る前までですよ。15日まで。15日までどんな感じだったのか。あなたはね、あなた、これですよ。ベーン。判決に従って新しい生活を開始する。まあね、まあ年末に向けて何か新しいね、判決に従って新しい生活、ここから始まりましたわ。まあ、ここからですね、来週につながりますね。16日に向けて何があるのか。バーン。過去の段階で、判決がありました。で、それで痛みを伴う別れ。そういうところでですね、いかここで過去でバッチリ分かれてます。うん。こんな感じでですね、新しい生活が始まるんでしょう。12月16日、あなたはここからです。ドン。ですな、うん。かまってもらえる段階を目指す。うん。まあ、お別れしたんでしょう。お別れしたんで、まあ、あなた新しい生活をね、かまってもらえる段階を始める。表向き。表向きはこれです。うん。ピュアに未来を信じる。ね。もう、あれですよ。前向きに。根底は、ドン。これです。相手がですね、仕事理由に距離を置いてしまってます。うん。相手が仕事を理由に距離を置いてる。まあ、恋人のこともあれば、ね、なんか、転職などもあるんじゃないでしょうか。まあ、いろんなパターンがありますけどね。行きましょう。これでですね、あなたにとって何が問題か。問題はこれ。お仕事ですね。ランクアップの仕事に就く。もっといい仕事に就きたい。そんな状況。これが問題。それに対して問題と解決。あなたが考える解決はこれです。うん。望まないお知らせと向き合う。まあね、でもね、このほら、12月半ば、年末、ここで職探し。なかなかですね、もうなんかみんな繁忙期で、あれ、相手してくれなかったりしますからね。そんな感じです。さあ、来週ね、まあね、16日から始まりますよ。で、まあね、22日に向けてどのようになるか。これがですね、邪魔をしていること。あなたを邪魔していることはこれです。うん。さっさと勝負を決めたい男性。もう、いや、もううち来てくれよ。もうすぐに仕事決めてくれよ。これがですね、向こう側もさっさと勝負を決めないと、困るんですよ。困るんですけど、いい会社ってそんなことないじゃないですか。そこですよ。そこが邪魔してることなんですよ。まあ、それで、あれですよ。向こうはがっついてます。ね。まあ、がっついてますよ。まあ、そこでですね、まあ、来週ね、来週はこれです。で、理由はこれです。理由から行きましょうかね。来週の理由とは、ダーン、これ、あなたはですね、これ、自分から動かないと結果が出せない。まあそうですよね。職探し中とかそういうやつでしょ。これでですよ。はい。まあこれで、ドン。はい。これは来週なんですけど、うん。判決が出る前に自ら手放す。うん。なんでかっていうと、がついちゃってるから。なんか、職探し中とかでしたら、これはあれですよ。来週は、なんか決まりそうな話があっても、ちょっと、なんか、やめとこうかなっていう感じに向かってるというところですね。行きましょう。じゃこれはですね、一回どっから始まってるか見ましょうか。これです。物事は、ドン。これですね、
うん、技術はあっても敗北のわけ、あなた資格あったりするじゃないですか。資格はあるけれども、なんかこう、なんか違うんだよなーって、なんかそんな安すぎないみたいな、なんか、ね、私の技術はそんなお値段みたいな感じ。ルノルマン行ってましょう。ルノルマンはね、根底がこれ、バーン、もうですよ、運命の転換期。しょうがないですよ、これ。まあ、お仕事変わる時ってあるんですもん、運命的に。うん。本当に。しょうがない。まあ、そう、しょうがないんですよ。それが根底にある。まあ、もう、ね。そこで、いいですか。置かれてる状況がこれです。うん。関係はある。関わりはある。エンゲージ。ね。うん、まあ、それで、どうするか。ドン。これですね。新しい旅立ち。まあ、しょうがない。これはもう、あれですよ。まあ、あからさまにお仕事探しカードですね。まあ、その展開ですね。はい、そんな感じです。まあ、あれです。まあ、焦んなくていいですよ。まあ、もう運命の転換期なんで、まあ、いいとこ乗っかりましょう。ね、そんな感じで。これは心一つが大切です。まあ、そんな感じですね。頑張るという意味を含め、うん、ソニーフラッシュ。そうですね。そうですね。うん、まあ、いいですよ。まあ、これね。はいはい。うん。そうね。まあ、運命の転換期ありますよ。あります。ね、本当にね。まあね。よいしょ。ね、なるべく、あれですよ。ね、心穏やかにしてね、心穏やかな職場に行きたいものです。はい、では二つ目行きましょう。二つ目に向かって行くよ。はい、ね、ちょっとです。オッケー。さあ行ってみようか。じゃあこれがですな、まあ、ぼやーっとしてますけど、ソニックさんです。まあいいですね。はいはい。よいしょっと。オーケー。なんかピント合わないですね。まあ行きましょう。じゃあこれがですね、まず、過去ね、段階ですね。来週に至るまで、16日の手前。これですよ。とりあえず幸せになりたいから適当に約束する。あるじゃないですか。幸せになりたいから適当に約束する。適当に約束しちゃってたわけなんですよ。まあそこからですね。いいですか？ここからですね。もう適当に約束していた。はい。ドン。これがですね。うん。正牌の女王様ですな。これがあなたが、まあ、女性でね。まあ余計なものまで欲しがるんですね。適当に約束してたところから、まあ、余計なものまで欲しがる。そして現在へ繋がりますね。じゃあ12月16日。いよいよ12月も半ばですよ。これです。いいですか？うん。相手は離れているが、うん。正しい方向にしたい。まあ、とりあえず幸せ、なんかね、約束、適当に約束してたんだけど、もっとこう、近づきたい。と思ってしまった。まあ、近づきたいですよ。じゃあ行きましょう。表向きはどうなのか。バーン。手放すことで、プレッシャーから解放される。ね。はい。じゃあ根底は何なのか。ダーン。これですよ。考える時期。なんでしょうね。まあまあ、なんかあれなんでしょうね。まあ、連絡取れないから考えちゃう。こんな感じかね。行きましょう。あなたの中での問題。あなたが考える解決。行きましょう。はい。あなたの中での問題はこれ。自分から動けない。これ大変ですね。自分から動けないんですもん。うん。で、まあ、じゃあ解決は何なの？これですよ。ときめき。なんかね、もう好きという気持ちを大切にしよう。そんな感じじゃないですか。行きましょう。じゃこれでですね、まあ、未来の3枚ですよ。未来の3枚。はい、これがですね、ドン。はい、相手の人がですね、まあ、別れるっていう感じなんですよ。はい。相手の人がですね、なんか別れる感じ。俺がもう邪魔してるんですね。じゃあまあそれに対して、まあこれがあれですよ。来週ね。これが未来、結果。結果から行きましょう。結果はこれ、結果の理由ですね。理由はですね、これ、あなたが諦めてしまう。うん。まあ諦めてしまう。なんで。なんか来週これ、ボーン。まず自分一人で頑張んなきゃいけないから。うん。自分一人で頑張んなきゃいけないからね、もうあれ。まあこれ、あれですよ。まあ、あんまり連絡が取れない。相手いるじゃないですか。うん。まあ、それでどうするかの話。まあ、来週は、例えばさ、もう LINE で繋がんなくなっちゃった人とか、あるんでしょ？ソニックさん LINE やってないから分かんないけど、うん。まあ、そういう連絡取れなくなった人に対して、なんか、まあ、それはそれとして、自分はちょっと自分のこと頑張るわっていう、そういう感じですね。どっから始まってるか。バーン。困惑を含む新生活の開始。まあ、そうでしょ？そうなんですよ。まあ、そんな感じでですね、来週はですね、もう困惑を含む新生活。じゃあ、ルノルマ行ってみましょう。これがですね、まず、根底にあるのは何なのか。バーン。関係はあります。関わり合いはあります。ね。関わり合いはあるんですよ。ね。そこでですね。はい。ここから、ドン。これがあなたですね。でも、あなたから始まってるってことは、向き合ってないんですよ。ね。行きましょう。で、これでですね、向こう側、ね。どうなるか。これですね。まあ、ちょっと離れます。
うん、お相手と離れますけど、まあ、前向きに行きましょうって感じです。来週はそんな感じですね。来週はですね、あなたが、まあ、ベクトルをどこに置くか、相手とは会えません。相手とは会えないんですけど、あなた前向きにちょっと自分のこと頑張ろうって思ってるんで、これはこれでソニーフラッシュいいですよ。それで、うん、そうです、やるべきことをね、やるべきことをやるべきタイミングでやればいいんです。そうです。一人で頑張んなきゃいけない時期もありますよ、それは。うん、そんなね、もう、和気あいあいと、あれですよ、なんかね、習得できることもあれば、自分一人でコツコツやらないと習得できないこともありますわ。ね。はい、そんな感じですね。じゃあ、三つ目行きましょう。三つ目に向かってやりますよ。はいはいはい。ね、行きますよ。はい、じゃあ、三つ目入りまーす。うん、これがですな、まあまあまあね、来週、ね、の、来週入る前、どんな状況だった？ドーン。はい、これはですね、うん、相手は離れているが正しい方向にしたい。ね、何かね、正しい方向にしたい。ここが過去の状況です。まあ、これからですね、まあ、来週に向けてどういう流れだったか。あ、終わってましたね。過去の段階で、あなたは、もう、自分一人で処理した。まあ、完結してます。完結してるんですよ。じゃあ来週はですね、切り替えて来週始まりますよ。いいですか？来週あなたはこんな感じです。ダーン！何をしたいのかわからない女性。そうですね、切り替える方向が悪い方向行っちゃいましたね。まあそもそもですね、まあ正しい方向にしたいって言うんだけど、自分はなんかやらなきゃいけなかった。自分一人でやらなきゃいけなかった。でもそんなことをやってしまったら、なんか何をしたいのかわからなくなってしまった。まあね、自分のことをやろうと思った。そしたら、なんか、私のやりたかったことは本当にこれだったのかなって感じになっちゃった。じゃあ、表向きはこれですよ。ドーン。うん。卒業するかどうか、自分が決めることができる。なるほどね。まあ、判断がね、自分に任されちゃってるわけですよ。じゃあ、行きましょう。根底は何か？根底はこれです。自分の待遇に不満。うん。他にも人がいて、なんか自分だけ置いてきぼり感がある。なんかそういう感じですね。まあ、でもまあ自分一人でやろうと思ったところから、そういうね、人と比べちゃったら何したいのか分かんなくなっちゃった。こういうのがありますよ。本当はね、人と比べない方がいいんですよ。なんか人間は自分のことを。自分だけで適当に生きてる方が、人生充実度高いですからね。行きましょう。ところでですね、あなたが抱える問題、あなたが、だけが知っている解決。ね。まあ、まあ、現実と噛み合ってない時もあるんですけどね。この解決が。行きましょう。問題はこれです。ドン。これ。いいですか？やる気はあるが、実力が伴わないので、妄想になる。まあ、これは妄想になるんですよ。なんでかっていうと、もう、待遇に不満っていうのも妄想なんですよ。うん。そうそう。うん。まあまあ、そんなんでね。まあ、でも、何したいか分かんないですからね。これは落ち着いた方がいいですよ。行きましょう。あなたが考える解決策、ドン。リセット以外に方法なし。まあそうなんですけど、そもそもそれがリセット以外に方法なしってところで、その前の週とかも思ってたんですよ、ね、思ってたんだけど、やっぱこう寂しくなっちゃったというか、もっとこう評価が欲しいとかなって、わけわかんなくなっちゃってるのが今週なんです。なので、まあブレてるんですよ。いいですか？まあ、これは落ち着きましょう。はいはい。行きましょう。で、これですね。じゃあ、もう週末、ね、22日に向けてあなたがどのように向かっていくか。こんな感じですよ。ドン。はい。これがですね、話を聞くだけで何もしてくれない男性が絡んできます。うん。お仕事であったりもしますよ。本当に。うん。なんかもう、給料上げて、ボーナスはもうないよ、これ。もう12月半ば過ぎちゃったじゃん、みたいな。まあ、そんな感じですね。話を聞いてくれない。だからまあ、自分の待遇に不満。これが問題なんですけどね。邪魔してることなんですよね。じゃあ、これが来週です。ね。来週とは何ぞや。で、なんでそうなっちゃったのか。じゃあ、なんかこれですね。まあ、理由から聞きましょう。ドーン。これですよね。自分での中だけで深く掘り下げる。そうなんです。相手絡んでないんです。あなたの中だけ深く掘り下げる、まあ、なんでそうなっちゃうか。これが来週です。なんか末です。ドーン。これとりあえず幸せになりたいから適当に約束する。これはですね、まああれです。無難に物事終わるんですよ。来週のあなたは、まあ、16日から29日にかけて無難にことは終わるんですけど、早い話がブレブレなんです。もうあっち行ったりこっち行ったりなんですよ。だから本当になんかもう一人で頑張る、なんかなんで私を構ってくれないのって、そういうのになる。なんでどっから物事が始まってるか、これですね、仲間ですね、まあ、仲間、うん、なんで私だけ、
まあでもあれですよ、本当にあのそんなに悪いことないですよ、仲間いるだけいいじゃないですかまあまあまあそういうのもありますけどね。じゃあいきましょう。これがですね、根底ね、あのルノルマンさん的には何が根底なのか、お仕事でした。お仕事ですね。お仕事で、まあ、話聞いてくれない、ね、上司がいたりとか、まあ、なんかそういうところですね。あと、まあ、職場の仲間。うん、ね、なんか、私だけ、うん、忘年会呼ばれない。まあ、ありましたよ、ソニックさん。あの、その、その、まあ、の、の、なんか、呼ばれない前に、なんか、もうなんか、ああ、とか、いろいろ、なんか、ちょっと、いたしちゃったことがあって、もうそれ、なんか、あれですからね。もう昔は呼んでくれたのに、なんか、もう呼ばれなくなっちゃったみたいな。そんなもんですよ。行きましょう。これがですね、まあ、あれですよ、やっぱ会社です。会社の仲間内の話。会社の仲間内の話で、まあ、来週どうなるかですよ。これ、やっぱね、これ、チャットしちゃうって話。みんな仲良くしてます。ね、結局、あれなんですよ。来週始まるじゃないですか。来週始まって、会社に行って、なんか何したいか分かんないし、もう自分の待遇不満なんですけど、職場のね、他の方とだべってるうちに、まあ、なんか、まあいいかなって。まあいいかなって感じになります。まあ、な感じなんでね。まあ、どちらかというと大丈夫ですよ。ちょっとブレてますけど、来週もあなたはちょっとご機嫌に追われる方向に向かってるんで、前向きに行きましょう。ソニーフラッシュ。まあそんな感じなんですよ。まあね、うん、まあいろいろありますよ、うん、ね。まあとにかくね、なるべくあれ、ね、平常心ね、常にあれですよ、平坦な心で行きましょうね、行きましょう。ではね、まあ皆さんの大好きなね、魚眼ちゃんの時間です。ね、バスケット部が最後にゴールを入れて気持ちよく終わるようにね、行きましょう。魚眼ちゃんタイムだよ、ちょっと魚眼ちゃん、うん、ゴー。楽しく行こうぜ、ベイビー。うん、魚眼ちゃん、三択。そうね、まあ、1、2、3からやりましょう、1、2、3から。まあね、1日をですね、なんかまあ、気持ちよく終わりましょう、今日も。さて、はい、ソニックさんです。ソニックさん、ここならってとこで占いやってますんでね、まあ、皆さん何かあれば、来ていただければと思います。いきますよ、じゃあ、1、2、3ですね。1、2、1、はい、3、よし、行きましょう。はい、こんなんで、よし、行きましょう。はい、行きますよ。はい、じゃあ、1、1を選んだあなたですね。1を選んだあなたは、魚眼ちゃん。さあ、何かな？はいよ、ドン！これですわ。はい、剣の5。剣の5はですね、まあ、とりあえず幸せになりたいので、適当に約束する。まあ、さっきも出ましたけどね、まあ、今週はあれなんじゃないですか。今週というか、あなたにとって今、こう、そういう状況なんじゃないですか。なんかとりあえず幸せになりたいから適当に約束する。ね。だってほら、殺されそうになっちゃってるからね。I love you! みたいな。そんなんですよ。はい、まあ、行きましょう。じゃあ2、2を選んだあなた。2を選んだあなたは、ドン！これです。高麗人参ですね。悪魔なんです。悪魔って、あれなんですよ。悪魔、まあ、人間なんです。うん、悪魔人間です。で、ね、人間で欲望なんです。欲望はですね、悪いことではないんですけど、欲望っていうのはメインではないんでね、メインにしようとするとトラブルですよ。なので、欲望とはうまく楽しく付き合ってくださいね。そんな感じです。はい、まあ、欲望に身を任してしまう。そんな年末。うん、いいですね。行きましょう。じゃあ3つ目です。3つ目はこれ。ドーン。これはですね、うん、聖杯の3が逆位置。これはですね、まあお友達ではいます。ね。まあ関わり合いはあるんです。だけどね、プレッシャーを抱えながらやっていける。まあこれね、あれなんですよ。やりたくないバイト。やりたくないバイトなんだけど、まあなんか断れない。時給もまあ悪くない。でもちょっとまあめんどくさい。まあそんなあるじゃないですか。まあそんな感じですね。メリットはあるんです。メリットはあるんですけど、なんかちょっとなんかプレッシャー抱えながらやっていける。まあやっていけるんでね。なんかやっときましょうかって話。断る必要はないんですよ。ただまあ自分で、そうでしょっていうところでね、なんか考えてみてください。はい、まあそんな感じですね。魚眼ちゃん。まあ魚眼ちゃんね、タロット占い師をね、目指してる方はですね、やっぱこういうね、自分の経験とタロットの意味をですね、やっぱすり合わせて、あ、これはこういう意味なのかっていうところでね、やっぱいい占い師になってみてください。はい、まとめてソニーフラッシュ。
はい、そんな感じですね。まあ、今回もね、まあ、これで終了しますけれどもね。ソニックさんです。ここならっていうところでね、占いやってるんでね、もし、なんかね、何かあればね、そこに来ていただければと思います。ね、タロットさん、ソニックさんチーム、そうですね。もうタロットさんというね、もうなんか人間じゃないものをですね、なんか召喚するんですかね。なんか、まあ、ちゃんと現れますよ。そんな感じですね。ね、タロットさん、ソニックさんチーム、ここならでやってますんで、なんかあればね、来てください。はい、じゃあ今日はここで終わりますよ。終わるよ、終わるよ、終わるよ。皆さん、またすぐにお会いしましょう。See you! ちゃおー